どうぜばこんにちは、防弾少年団です。皆さん、メンバーのみんなは札幌といえばどんなイメージがありますか？やっぱりこれでしょ。お元気ですか？お元気ですか？あー、お前お前他にまた何がありますか？札幌は食べ物も美味しいと聞いたけど、そうそうそう、ラーメン。おー、ラーメン食べたいです。ラーメン食べたいです。そうそうそう、ラーメン食べたい。やっぱり温泉が夢でしょ。おー、温泉も夢です。温泉も夢です。やっぱり札幌は雪まつりが夢ですよ。雪まつり夢です。はい、その通りです。あの札幌の雪まつりに僕たち防弾少年団が初登場します。うわー、温泉も行きますか？温泉もいいけど、それより札幌雪まつり K-POPFESTIVAL2016 に出演することになりました。いやー、意味深いチャリティー活動にも参加できるので嬉しく思っています。あー、でもちょっと心配ですね。はい、何があった？僕たちの熱いパフォースで雪が全部溶けちゃう。ああ、そうですか。心配。大丈夫大丈夫、うん、君のそのセリフが寒すぎるから。さあ、この面会雨の皆さんに会えることを楽しみに待っています。うお、2月7日札幌で会いましょう。以上、防弾少年団でした。待ってね、待ってね。